はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。つうことで、本日はですね、フレンド石設定ということで、グランブルーファンタジーのフレンド石設定についての話です。まあ、ディスコードの企画案募集みたいなところで、ちょっとこんなコメントがあったんですけれども、まあ、昔の話というよりも、今回は今の話だな。今フレンド置くなら大体こんな感じおすすめじゃねみたいな感じの話をしていきたいなというふうに思っております。はい。で、まあ、フレンドって結構人によって派閥が分かれるし、例えばだけど、神石、オプティマスシリーズだよね。オプティマスシリーズを持ってない人ももちろんいるから、結構人によってその派閥が分かれるところもあって、まあちょっと自分が使わないからって言ってあんまり排斥しないように、例えばマグナイシなんか使わねえよとかね、まあそういうのはちょっとなしにしていこうやっていうような感じで生きていきたいなというふうに思っております。はい。まあ神石派閥、マグナ派閥、人それぞれ、ね、変わってくる部分があって、まあ自分に適した人をフレンドに集めるっていうのが意外とやっぱグラブロは大事。マグナイシを使ってるんだったらマグナイシで固めてる人とかね、まあそういった人とかも全然需要があるので、まあそのあたりあんまり変に排斥とかをしないようにしていらっしゃい。じゃあまず俺の石見ていこうか。うん。古戦場ごとに石配置を変える人とか変えない人とかがいるんだけど、俺は基本的に石配置めんどくさいから変えないタイプの人ですね。俺は火属性がアグ・シバ、水がバルナ・カグヤで、土がティターン・ゴリラ、風がゼピロス・ティアマトで、まあ光がゼウス・シュバマグ、闇がハデス・セレマグ、フリが王竜・コクキリ。まあ、ここら辺もいろいろ派閥があるんだけど、まあ、大体俺はこんな感じ。まあ、そんなに癖はないタイプだと思う。俺の設定石は。うん。まあ、まず火属性から行くんだけど、火属性は、まあ、芝三凸は結構使うんだよね。そう。召喚した時に攻撃大幅アップがあるから、まあ、結構優秀ってことで、まあ、芝は入れたい。で、まあ、あともう一個、アグニス。アグニスはコロマグとかにしてても OK。まあ、これはコロマグ、コロマグがやりたい人ももちろんいるから、まあ、特にやっぱ需要がね、ある。コロマグ、コロマグとかは。あんまりいないんですよね。まあ、俺のフレンドもそうだけど、ほら。アグシバ、アグシバ、アグシバ。コロマグってあんまりいないから、コロマグ置いてくれると助かったりするんだよね。まあ、火属性はコロマグ、アグニス、シバ。あたりの中で適当にチョイスしておくっていうような感じかな。まあない場合は、外す？設定を外すっていうボタンがあるんだけど、まあこの設定を外すってやつを押して召喚石は設定されてませんって状態にしておいたら、まあ割とわかりやすいのかもしれないですね。はい。まあそんな感じで言われてます。はい。で、まあ水属性。まあここは結構派閥が分かれるんだけど、俺はかぐやを置いてるパターンが多いですね。バルナかぐや。ここはかなり派閥が分かれる部分。具体的に言うと、バルナ、カグヤ、カツオヌス、リバマグの4つが今、勢力を争っている。うん。まあ、リバマグも優秀じゃん。マグナ編成として欲しいじゃん。まあ、これも入れておいてもらえるとすごい嬉しい石だね。うん。で、カツオヌス。カツオヌスも召喚したら、味方全体の奥義ゲージが上がって優秀な石なので、まあ、これも置いておいてもらえると、幸せになる人もいるっていうような感じ。うん。で、まあ、バルナは言わずもがなで、もう一個、カグヤですね。カグヤってドロップアップ石になってるんだけど、まあ、これ、水属性なんですよね。これ、水属性だから水に突っ込んでるみたいな人が多いイメージがある。俺は水に突っ込んでるけど、まあ、これをフリーに入れろ、派閥もいる。カグヤはフリーに入れとけや、派閥。うん。これもまあ、人それぞれですね。まあ、かぐや持ってる人ってあんまりいないから、多分。まあ、正直ちょっとここら辺は人によって変わる部分だとは思うけど、まあ、俺は水かぐやっすね。まあ、そんなに癖なく。ドロップ石探したいなって時も、俺は水にかぐやを置いてることも多い。うん。で、そこから派生して、水にドロップ石を置こうの流れで、水に、これ、伸びよとか、ホワイトラビットとか、まあ、そのあたりを置いてる人もいます、うん。これはマジで好みだと思うけど、俺は水で泥石を探すようになった。もう変わっちゃった。これはね、うん、派閥があります。難しい部分ですね。ただまあ、俺はそうっていう話。で、次、土。ティターン、ゴリラ。まあ、ここも、ティターン、ゴリラ、ユグマグの3択になってるかな。そう。ティターン、ゴリラ、ユグマグの中で、まあ、どれかを選んでいくことになると思う。ゴリラがなんで優秀なのかっていうと、メイン石でベルゼバブを使うことがあるからですね。バブゴリラ。ベルゼバブ×ゴリラっていうのは、土に、フレイシにゴリラがないとできないんですよ。
フレイシゴリラは結構価値が高いんですよね。あのベルゼバブってフレンド石に設定できないから、メイン石にベルゼバブは固定になっちゃう。となるとゴリラも使いたい時ってフレンドのゴリラに頼むしかなくなっちゃうんですよね、うん、だからフレゴリラを欲しいから、まああの土属性のサポ石はゴリラを入れてる人が多いっていう感じかな。まああとマグナと紙石は人それぞれっていうような感じになってます。まあ俺は紙石使ってますねっていうような感じかな。はい。で、風属性はゼピロスティアマグ。まあこれも自由だけど、結構ゼピュティア、どっちも使うシーンが多いよね。火力がどうしても欲しいよっていう場合はティアマグを入れるし、紙石どうしても、高難易度攻略したいよっていう場合はゼピロス使ったりするし。で、まあこのあたりは結構強い人でもゼピロス、ティアマグ、どっちも置いてるよっていう人が多い気がする。これ以外にあんまり入れる石がないような気がするので、ゼピュティアは、結構メジャーなんじゃないかなって勝手に思ってる。逆に、ティアゼピュ、ゼピュティアっていうのもある。ここの順番をどうするかっていう派閥。俺はゼピュティアですね。なんでかっていうと、上に全部紙石を統一しておいてるから。ほら。ここ全部上紙石統一しておいてんだけど、ティアゼピュ派閥とゼピュティア派閥もいる。まあここが順番変わるとどうなるかっていうと、あのここの例えばトライアルバトルで見た時にちょっと位置が変わるんで、ほらここ、あーこれわかるんじゃないか。ゼピュティア、ゼピュティア、ゼピュゼピュティアゼピュ、ん、ゼピュティア、ゼピュティア、この人がティアゼピュっぽいね。ティアオンリー、そんな感じ。うん。あ、いや、でもこの人もゼピュティアだな。まあ、ティアゼピュもいるんですよ、たまに。この人ティアゼピュじゃない？この人ティアゼピュだわ。だって名前同じだもんね。名前同じでティアゼピュなんだけど。まあ、俺はゼピュティアです。俺はゼピュティア。頼む。ゼピュティアで。俺はゼピュティアです。ただ一つそれだけは言っておきたかった。うん。順番も気を使っていきましょう。評価高いです、こちら。で、次、光が、もしなかった場合は、なし。こういう感じ。もしない場合は、こんな感じにしておくのがおすすめかな。まあ、ゼピロスとかは特にあんまり、突する意義を見出せないみたいな、なんか作る必要ねえだろうみたいな人も多いと思うんで、まあ、もしない場合は、未設定とかにしておくと幸せになれるかな。で、光は、ゼウス・シュバ。っていうような感じになってるね。俺はまあまあここも特に言うことないでしょ。シュバマグを抜く派閥もいる。例えばだけどゼウスオンリー、これはなんでかっていうと紙石で、まあ、風と違って紙石でシュバマグを使う状況に紙石がなるっていうのがほとんどないからですね。まあ、特に剣手がないとか、まあ、そういった理由もあるんだけど、まあ、剣手スキルとかもないし、欲しくなったら光のゼウスやるしってことで、まあ、耐久力面で見ても、ゼウスを使うことになる。シュバマグを使う、わざわざシュバマグを使うぜっていう風になるのが、まあ、六流武器のイーウィア・ビークとか風はあるんだけど、光はないじゃん。そういったものが。ルオーホーンあってもなって感じだし。まあ、そこら辺考えたら、シュバマグはいらないよね。じゃあ、シュバマグは抜いておこう。っていう派閥もいる。まあこれは人それぞれだね。だから逆に言うと、シュバマグを求めてる。ゼウスなんか使わねえよ。ゼウスなんて使ってねえから、ゼウスいらねえよ。俺はシュバマグだけが欲しいんだっていう派閥もいるから、まあ別にシュバマグしか持ってないよっていう人も腐らずに、うん。シュバマグを置いておくといいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、次、闇属性。闇はハデセレですね。ハデセレに関しては結構、まあ一応派閥があるっちゃあるんだけど、闇属性の石で言うと入れてもいいかなっていう風に思うのは、ベリアルですね。ベリアルは、まあ置いてもいい。なんでかっていうと、メイン装備時の効果が独特なんですよね。ベリアルって。メイン装備時に闇キャラの最大 HP の上限を2万に固定して、火ダメの最大値を5000に固定するっていう。まあ、一撃がでかくて攻撃の頻度が低いよっていうボスを相手にする場合、このベリアルを設定しておくと、ダメージを、抑えられながら攻略することができるんだよね。だからメイン石ベリアル型っていう編成もたまにあるんですよ。そこら辺を考えると、闇属性をメインでベリアル。フレンド石でベリアル、メイン石でベリアルを設定するってことがたまにあるから、まあ、ここら辺の闇の石をベリアルにするっていうのもあり。
ていう感じかな。まあハデセレベリアルの中から選んでいくっていう感じかな。でセレも意外と使うシーンがあって、っていうのも闇属性って神石は扇軸がちょっと弱いんだよな。結構扇軸が貧弱で、扇ダメージで戦いたい、扇でゴリゴリにゴリ押したいですっていう風になった場合、アビススパインがやっぱ結構優秀なんですよね。そうだから、フレンド石セレマグな、メイン石フリーにしてフレンド石セレマグにしてアビススパインを持つみたいなのもたまにある。うん、あんまないけどね、神石使ってる人。まあフェディエルブレイドとフェディエルスパインとアビススパインの2本で扇ダメージを持ってっていう、そのマグナ石編成とかもあんま多くはないけど使うシーンがあるとなると、セレマグを使えるんじゃねっていうところで、まあこの石は、まあ、別に神石を使ってる人も設定してることは多いかなっていう感じです。はい、まあこれが丸いんじゃないでしょうか。うん、まあそんな感じかな。でフリー石、まあフリーは結構自由枠で、王竜、黒麒麟、まああとドロップ系統の石とか、まあ好きなものを設定してる人が多いんじゃないでしょうか。だからまあ俺最近正直フリーに関しては黒麒麟を求める時以外あんまり見ないかなっていう。あお、すごいな、王竜黒麒麟多いな。まあ結構王竜黒麒麟パターン多い。ここも王竜黒麒麟派閥と黒麒麟王竜派閥がいるんですよ。ここもまあ人それぞれですね、正直。ただ王竜黒麒麟の方が多いかな、気持ち。まあ俺黒麒麟王竜なんだけど、王竜、多分王竜黒麒麟の方が嬉しがってる人が多い気がする。うん、黒麒麟王竜、なんか例えばだけど、フレンドなんか集会してる最中に王竜黒麒麟っていう風に使っ、その2番目に黒麒麟だっていう風な思考で動いてた場合、2番目が2番目が黒、いきなり王竜になっちゃったら、うっかり王竜チョイスしちゃったりするの。そう、うっかり王竜チョイスしちゃったりするんだよね。これがだから順番は少しなんか厳しい人もいる。順番厳しい警察もいる。俺王竜黒麒麟にするわ。今まで黒麒麟王竜だったけど、俺今から王竜黒麒麟に戻す。うん、これでいきます俺は。でどっちかを外すっていうんだったら王竜を外すことになる。王竜を外して、フレンド石、ドロップアップ石、伸びよ、ホワイトラビットとかを入れてる人はいるかな。うん、まあ、もしくは水のかぐやの部分にドロップ石入れたりするんだけど、はい。まあ、フレンド石はそんな感じだね。まあ、俺の場合はこんな感じだけど、じゃあここのアグニスの部分を、マグナですよね。まあ、持ってないから、この辺の紙石を。持ってないからマグナを入れておきましたっていうのでも、マグナを求めてる人からすると、喉から手が出るほどありがたいのね。そう。だから紙石、まあ、俺の部分のこの紙石に入ってるよっていうところをマグナにして、ね、まあ、それでフレンド募集したら意外と来るんじゃない？特に火属性とか結構あると思うけどね、コロマグ嬉しいみたいな、コロマグ入れてくれて助かるみたいな、うん、そういう需要もあるんで、まあ、人それぞれだと思うんだけど、まあ、自分とマッチしたフレンドを見つけていけるように、頑張っていきましょいという感じでございました。まあフレンド石は俺はそんな感じなんで、もし、設定してない人がいたら設定してみてはいかがでしょうか。参考になれば幸いでございます。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねん、バイバイ。